はい、皆さんどうも橋本でございます。12月になりますとよく演奏されるのがベートーベンの第9ですが、皆さん演奏経験はありますか？第4楽章の一番最後はプレストといって、非常に速いテンポで構成されています。あの場面でベースを含めて弦楽器でものすごい激しいシーンで構成されています。1回演奏するだけでもしんどいんですけれども、何回連続で演奏できるかって気になると思うんですよ。そこで今回は第4楽章のラストのプレストを何回続けて演奏することができるかを今から検証していきたいと思います。これ以上はもう無理だな。